つくばマラソン。つくばマラソンは、茨城県つくば市で、毎年11月下旬の日曜日に開催される、マラソン大会である。フルマラソン、42.195km と 10km の2種目を、実施している。日本陸上競技連盟公認コース。コースの高低差が少ない、10m 前後のが特徴で、自己記録を出しやすく、マラソン初心者の参加も多い。 1981年、昭和56年に、筑波学園マラソン大会として始まった。2009年、平成21年から2011年、平成23年の正式名称は、エコシティ大 N 会筑波マラソン、N は、自然数。科学の街を走ろうをテーマとして始まり、2017年、平成29年現在は、マラソンを科学するを掲げている。 フルマラソンの制限時間は6時間。沿道には民家が少なく、応援の人も少ない。主催者は、筑波市、筑波大学、茨城陸上競技協会、読売新聞社で、茨城県、茨城県教育委員会、土浦市、茨城県体育協会、放置新聞社の講演を得る。スポーツ用品メーカー、スポーツドリンクメーカー、地元企業等が協賛している。 申し込み方法は、アーリーエントリー、通常エントリーレートエントリーの3種類が用意、されている。東京マラソンなどと、同様、つくばマラソンでも多くのボランティアが活動している。読売新聞の各界の報道によれば、毎年400から450人程度の市民や、企業の関係者が受け付け、給水、救護などのボランティア活動を行っている。第26回。 2006年大会では、例年より多く、約800人が参加した。このほか、NPO 法人ジャパンアスレチックトレーナーズ協会が、マッサージを提供したり、国士館大学の学生による、モバイル AED 隊、自転車でコースを巡回して、救護活動、スタート地点での筑波市消防音楽隊などによる、演奏、地元サークルによるチアリーダーのパフォーマンスなどが、 行われている。第29回2009年により第31回2011年までエコシティという干渉をつけていた筑波マラソンはカーボンオフセット料金を出場費に上乗せして徴収している。第28回2008年は排出権の購入。第29回2009年以降は筑波市とカーボンオフセットによる 環境連携協定を締結した茨城県久慈郡第五町にある筑波の森の整備費用に充てられいる。第33回2013年は出場費から1人当たり100円、総額約164万円を大井小町の森林整備費及び筑波山の干ばつ費補助に充当した。例年、筑波マラソン祭りと称するイベントを筑波、マラソンの前日にイアス筑波で開催している。 第38回2018年は山本裕二の司会進行でゲストランナーの柏原隆二とサイラス樹、筑波大学体育系教授の鍋倉健二によるトークショーが行われた。筑波コミュニティ放送ラジオ筑波が第29回2009年大会から生中継を行っている。第十九回大会の放送ではラジオ筑波の職員だけでは 人手が足りなかったため日常的に情報交換を追っている市民レポーターが交通情報を提供するなどして活躍した。また、第30回2010年からユーストリームを使った生中継が行われた。コースはこれまでに交通事情の変化等によって何度か変更されているが、第5回1985年以降、 筑波大学筑波キャンパス内がスタート及びゴールとなるのは共通している。一下に示すコースは第38回2018年のコースである。公式サイトで最新のコース確認ができる。関門は 18km31km の2地点に設置されており、31km の関門は14時、スタートから4時間30分に閉鎖される。また、 最終ランナーの通過を待たず交通規制が解除となる区間があり、以降のレースは歩道を走り、交通信号に従う必要がある。給水所は、おおむね 2.5km 間隔で14カ所設置されている。水以外に、ビシ、分岐サアミノ酸、アンパン、バナナ、梅干し、さらにはシルコを用意している給水所もある。シルコは、 共産企業の霞が提供しているが、これは、筑波マラソンに参加した同社の社員の多くが、温かくて甘い飲み物が欲しいと発言していたことから、提供されるようになったという。第25回、2005年には6から7000人分が用意された。ただし、第35回、2015年には、シルコは提供されなかった。1981年、 昭和56年3月1日に、筑波学園マラソン大会という名で、筑波研究学園都市関係6町村、桜村、八田部町、豊里町、大保町、筑波町、久木崎町と、読売新聞社の主催で開催されたのが始まり出る。この大会には、約2600人が出場し、30km 一般のみ 10km 一般の部、 高校の部 5km、一般、高校、中学の部が実施され、そのうち 30km と 10km は日本陸上競技連盟の公認校であった。第2回、1982年大会は1779人が出場したが、うち約200人が事前申し込みをしていない飛び入り参加者だったと当時の読売新聞が報じている。同志の記事によれば、 飛び入りランナーの大半は申し込み漏れの人だったが、中には、応援をしているうちに走りたくなった人や、30km で、集団についていけなくなり、急遽 10km に再出場した人もいたという。第4回、1984年のみ、筑波学園ロードレースに開消しているが、第5回、1985年には、筑波学園マラソン大会に戻っている。 第5回大会は国際科学技術博覧会記念として 30km を廃止しフルマラソンが導入された。この回には国際博覧会協会の職員や各パビリオンのコンパニオンもレースに出場し注目を浴びた。第7回1987年には特別にフルマラソンに関東学連選抜部門が設けられ男女とも 筑波大学の選手が優勝した。1 0トルが実施されなかったのはこの年のみである。第8回、1988年より、現在と同じ種目、同じ名称、筑波マラソンになった。ただし、この回の開催日は4月29日で、11月開催となったのは、第9回、1989年からである。第10回、 1990年の筑波マラソンの模様を報じた司方、筑波には市民マラソンとしてすっかり定着と記載されている。この回の出場者は5694人だった。1992年、平成4年には筑波大学で筑波マラソン参加を目標とした新科目、筑波マラソンが誕生し、第12回、1994年大会には、 受講生50人がフルマラソンや 10km に挑戦した。第14回第19回大会ではフルマラソンの上位入賞者をベルギーで開かれるマラソン大会に派遣していた。派遣先は以下の通り。第31回2011年大会には全国のマラソン大会で医療活動を行っている日本医師、ジョガーズ連盟のメンバー10名が出場。 バテたり怪我をした人に対して声かけなどを行った。また、この回には、筑波マラソン1 0トルの部で優勝経験があり、大会当日に誕生日を迎えた、深夜か、ステファンが、ゲストランナーとして出場した。第32回、2012年大会では、筑波市政25周年記念を鑑賞し、前年の東日本大震災や同年に、市内、北場などを襲った竜巻の、 復興支援義援金として出場者のエントリー費用から100円を充当した。またこの大会では1人3000円を義援金として提供するチャリティーランナー枠1000人が設けられ、つくば市農業協同組合は、法丁米の特別パッケージを100個販売し、完売した。第33回2013年は、ゲストランナーとして俳優の石原良純が、 フルマラソンに出場、東京箱根間、往復大学駅伝競争出場経験者や、ママさんランナーの優勝といった話題があった。第35回、2015年には、混雑対策として、フルマラソンの出場者を、記録順に3つのグループに分ける、ウェーブスタートを施行した。第37回、2017年は、つくば市政30周年記念として開催され、 特定非営利活動法人イマジンガを使った精神援助法を提供した。丸は開催、ツは開催せず、丸の下の文字は部門、特に明記しない限り、男女それぞれ存在最多出場者数は赤色、最小出場者数は青色で示した。各界の優勝者とその記録を記載する。初期には学齢、年齢別に優勝者が発表されていたが、ここでは、 一般の部の優勝者を扱い、一般の部以外の優勝者の記録の方が良い場合は、平気する。大会記録は赤色で示した。歴代記録については公式サイト、歴代記録、筑波マラソンを参照。スタート時の並び順に関して、記録が公認される、陸連登録者と非登録者との区分けが十分でなく、大学校内を出るまで、選手の渋滞が続く。 第25回2005年大会ではすべての選手がスタートラインを通過するのに約7分もかかったという。このため、号砲からゴールまでの所要時間である記録と選手がスタートラインに達してからゴールまでの所要時間であるネットタイムの2つのタイムが感想書に記載される。これらの対策として第35回2015年大会で出場者を3グループに分け、 グループごとに10分おきの時間差でスタートするウェーブスタートが施行された。この対策により各グループの最後尾がスタートラインを通過するのに5から6分となった。交渉6時間制限でありながら4時間半を経過すると歩道を走らねばならず信号で足止めとなることもある。これについてつや消しだ、拘束などの声がある。区間の途中に 片側に車線の道路があるが、ロードコーンを挟んで、ランナーと自動車が並走する区間があり、レースの安全性に問題があると指摘されている。2005年のつくばエクスプレス、TX 開通に伴って出場者数が増加し、各地で混雑が発生する。TX のつくば駅は8時ごろにラッシュを迎え、同研究学園駅と JR の土浦駅から運行される臨時シャトル場の混雑や、 事前予約制の駐車場、有料の渋滞が発生している。また、会場の更衣室、手荷物預かりトイレの混雑も甚だしい。主催者側からの指摘として、ランナーのマナー違反が挙げられ、立ち証弁、単野つばを吐く、ボランティアへの暴言の3つが、悪質なマナー違反ワースト3として、大会プログラム裏表紙で言及されていい。主催者の一団体である、 筑波大学は自由科目、いわゆる一般教養に相当する科目として、筑波マラソンという一単位の科目を開講している。1992年、平成4年に、筑波大学体育センターが、筑波マラソン参加を目標とした科目として新設し、当初はフルマラソンを走って一単位という過酷な授業に参加する者はいるのだろうか、と教員は不安を抱いていたが、2007年、 平成19年度までに1000名を超す受講者を集めている。開校当初は学生だけでなく教職員の受講も認めていたが、1994年、平成6年からは学生、大学院生を含むのみ、履修可能とした。授業はマラソンの基礎知識などの座学による講義とランニングトレーニングを行う実技からなっているが、やや実技を重視したカリキュラムになっている。 実技では、はじめに12分間走を実施して、各人の能力別に AD の班に分け、判別に課題を設定して、筑波マラソンに向けたトレーニングを行う。参加者は特別な運動経験を持った人物というよりは、いわゆる普通の大学生がほとんどであり、彼らはマラソンを走ってみたい、練習の目標、動機づけとしたいという理由でこの都がを選択している。 学生の特徴として3.4年次生や大学院生といった上級生の比率が高いということ、男子の比率が高いことが挙げられる。この科目の最終目標は、筑波マラソンへの出場であるが、筑波マラソンへの参加が単位取得の必須条件とはなっていない。ただし、開校初年度の1992年の受講者53名のうちフルマラソンに42名。 一人は途中棄権、1 0トルに8名、計50名が出場しているほか、他の年度も同様の高い出場率を保っている。また、マラソン出場者にアンケートやレポートで感想して得たものを尋ねたところ、達成感や自信よりも仲間、他者の存在であるという結果が得られた。また、この科目の担当教員である、鍋倉健治は、学生の自己効力感は、 レース直前から高まっており、たとえ完走できなかったとしても低下していない、と記している。2005年、平成17年からは、地域住民向けのマラソン講座、クラブも開校している。この講座の運営にあたっては、自由科目、筑波マラソンを受講した OB や OG がスタッフとして参加している。参加者は、筑波市、茨城県をはじめ近隣の県から、様々な背景を持った。 老若男女が集まってきている。第35回2015年によりフルマラソンの出場者を記録順にグループ分けしスタート時間をずらすことで混雑緩和を図るウェーブスタートを導入するなどマラソンに科学的知見を導入して大会の改善を行っている。2017年平成29年には 筑波大学の体育系の准教授とカシオ計算機の共同研究で選手100人にウェアラブルセンサーを装着してもら、ランニング中のパフォーマンスの分析が行われた。給水所で振る舞われる軽食は栄養学の観点からバランスの良いものを厳選し、配布する際のサイズもランナーの意見を取り入れて改良している。また距離表示や給水所の看板には、 ランナーの心理を考慮した色彩計画が導入されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。